400年近い歴史がある阿波人形浄瑠璃。その発展には人形を生み出す優れた人形師の存在があります。徳島で使用される人形阿波デコの技術を多くの方に知ってもらおうと、徳島市の阿波銀ホールで制作教室が始まりました。阿波デコ作家協会講師による指導のもと、経験に合わせた3つのコースに分かれ技法を学びます。初日のこの日は、人形を彫るための設計図を原木に書き写す工程に挑戦していました。初級コースでは半年かけて人形の頭部を作ります。受講生はものづくりの重要性や伝統技術の素晴らしさを感じながら、デコ人形の完成を目指して作業に没頭していました。